積み本少郎流し。よいしょ。イさあやってまいりました。積み本少郎流しの季節がやってまいりましたね。ようやく夏の季語夏の季語です。積み本少郎流し。ちょっと文字数多すぎて配布には絶対入らないんですけれども。はいはい。積み本少郎流しの説明は大丈夫ですか。ダメです。初コーナーを説明なしじゃダメですよ。あの積み本をね。はい。我々本買ってねそのまま積んでおく習性がありますけれども。はいはい。その 読まない本をもうこれいい加減何年読まずに家に置いてあるんだという本を諦めて放流しちゃおうとうん、うん、もう古本売っちゃおうっていうのが「み、はい、本精霊流し」の趣旨でございます。すね、小籠流しは岐阜県高山市 例えば、ひら高校とかが有名ですよね。えっと、なんか、なんだっけ、白い布で作ってなんか人形かなんかを川に流すやつですよね。知らないっす。はい。何かを流すやつだなーっていうイメージだけあるんですけど。流しだからね。そう。それはっけ。ひな人形みたいじゃなくて。ひな人形みたいなやつだっけなんか、まあそう、えっとね、だからあれですよ。米沢ほのぶ先生の評価とかで出てくることでおなじみだと思いますね。え、評価に出てきましたっけ評価に出てくるはず。え、俺アニメは全部見たよ。出てきたでしょ。 飛騨高校出てきたっけ出てきたっけ多分記憶にありません僕も曖昧ですじゃあもう精霊流しの詳細については皆さんでググっていただくとして今回はですね我々いいかねパレット古典ラジオの収録されていることでおなじみの聖地に来ておりましてそこでスタジオお借りして収録してるんですけれどもここではインプット奴隷合宿本をひたすら読みまくる2泊3日を今やっててそこにちゃんと 持ってきております。はい。今まで積んできた本。これ家にずっとあるなあっていう本を持ってきておりまして。はい。はい。この奴隷合宿でも案の定読まずに終わった。うん。え、でもね、俺はね、一冊読み終わりましたよ。あ、マジっすか。うん。八冊持ってきたうちの一冊。八冊持ってきたうちの一冊は読み終わったと。はい。進捗八分の一。ですね。まあ、ということで、この二泊三日でも、もう読み終わらなかったもんは、多分一生読み終わらないでしょうと。うん。いうことで、放流しちゃおうじゃないかという趣旨でございます。はい。 じゃあそんなもう読まないであろう交流したい罪本の一冊目、はい、水野さんの方から紹介してもらっていいですかはいまあちょっと紹介する前に、うん、やっぱ僕ら、うん、相方がもう読んだ本、うん、もう読まんと思うのよね <laughs> これはねゆる言語学ラジオあるあるですね、はい もう相手が読んでたらその知見は結局相手が喋っちゃうので俺読んでもしょうがないなってなりがちそうなんですよだから堀本さんにはね、うん、あんまり面白い本とか紹介してほしくないんですよ本当は <laughs>、はい、それ俺が読みたいからそしたら <laughs> そうだね <laughs> そうまあっていうところで、えー、僕が積んでいたのにもかかわらず、うん、堀本さんが番組内で引用して劇内した本を持ってきましたはい、はい、こちらですね はい、洗濯の科学。出た洗濯の科学。はい。シーナイエンガー。ナイエンガのね。はい。これですね。うん、あの、有名なジャムのやつですね。ああ、はいはい。ジャムの実験が有名だよね。で、決定麻痺ううんん話ですか、うん、そうですね。はいはい。えと三種類のジャムを、うん えー、から選べますと買うもん選べますって言った時、うん、学生たちは結構どんどん買ってくれたと、うん、でそれに対して17種類なんか忘れましたけどたくさん20個とかのジャムの中から好きなの選んで買ってくださいっていう店を出店した時足を止める学生の量は明らかに増えたが買う人は減ったっていう話があって。 <で>はい、結局選択肢が多すぎると人は選べなくなって諦めちゃうよねみたいなやつが死ぬほど引用されまくっているおもろ本ですねうん読みたくなってきた <laughs> 読みたくなってきたんですけどね選択不可欠なそうなんですよまあっていう本多分面白い、うん、このねえー、っと「文春」からかで、うん、えっとだからこれですよねこの,あの有名な 先生の役本っていうのはもう大体間違いないんですよ。しかもこれ多分講義とかを起こしてるような気がする、うんまあ、わかりやすく書籍化って書いてあるしだからまあ,あそうですね帯裏見るだけでもだいぶ面白いですね、えー。動物園の動物の寿命が野生の動物よりはるかに短いのは選択することができないからだあ<ー>とか書いてありますね。面白い帯だそれは、えー。社長の平均寿命は従業員の平均寿命よりも長い。 その理由は、裁量権、つまり選択権の大きさにある。うん、うん、意外な事実。ですねこれ面白いですね。そう、だから手放したくはないんですし、うん、本棚に置いとくと、なんかセンスのいい本持ってるねって言われそうなので、取っておきたいんですが、うんうん、もう読まないだろうということで、ここに一つ流したいと思います。<laughs> 相方に紹介されてしまったという理由で流される本です、ね。そうです。は,はい。ああ、悲しいな。でもありますよね。多分、堀本さんもきっとね。ありますね。うん、あの、具体的には。 今井むつみ先生の本、はい、僕昔から Kindle セールで買って持ってて読もうと思ってたんですが水野さんがあまりにも引用し続けるので <laughs> これ今後も「夜る言語グラジオ」で絶対出てき続けるから読まないでよこうんかさ言語はの話はそうじゃん、うん、僕は本編で触れるかもしれないから。 僕はだからコンピュータ科学の本読まないのはもちろんとして、堀本さんが雑談で引用する本も読めなくな。っああ、そうか、そうか、ちょっと質的にちょっと違うから。僕もそうですね。だから僕が、なんですかね、僕がよく引用して、堀本さんが引用しないもの。よく引用するもの。まあ、最近でいうと、あれじゃないですか。カーネマンの新しいやつ。ああ、ええ、ノイズ。ノイズ。はいはい。ノイズとかは読もうかなと思ってたけど、水野さんが読んで死ぬほどその話するから。ああ、俺これも読まないやつが。なってます。なんで俺読んだかわかります。わかんない。堀本さんが引用しそうだったから、先に読みました。 やめようよその <laughs> バトルみたいなんてよくないよ <laughs> それ最終的に俺ら新刊の取り合いになるからこの本は新刊リスト見てあこの本水野さん読むやつだ先をも <laughs> 早川ノンフィクションから出るねやつとりあえず取り寄せておいて本棚の目立つところに置いて堀本さんに見せておけば堀本さんはあのけ威嚇というかねうそうですねできますなあばりを先に主張するスタイルでやっております我々 <laughs> 続きましてじゃあ僕からいはいお願いしますこちらです これが物理学だ。これが物理学だ。です。嘘ですね。それは本です。<laughs> いや、これが物理学です。あ、違います。違います。それは本です。今、ここに物理学という概念を取り出してきて、僕は今手に持っています。もこれが物理学いやいやいや。違います。違います。違います。それは本です。<laughs> ほな、ほな物理学と違うかです。それははい、すごいな。英語の教科書みたいな。それは本です。<laughs> いいえ、違います。それは本です。<laughs> 1> あの中1英語の教科書に載ってる文章を使う人いるんです。はい、ミスター・コイモ Good ト、グッモーニング。グッモーニング。Is this physics?No, <laughs> it is a book. どんな b <laughs> これね、すごいですね。中1英語、本当に使えるときあるんだありますね感動がありましたけど、<laughs> ね、これが物理学だですね。はい、この本さ、知ってるこの本。知らないです。これねあの、僕が多分大学生ぐらいのときにめちゃくちゃ売れたんですよ。へ<ー>大学生教で 多分あのよくあるやつ東大盛況で一番売れた本みたいなはい思考の生理学、思考の生理学、はい、思考の整理学, <laughs> 生理学、いつまでも東大盛況で一番売れた本として売り続けられてるよね。まあでも僕、大学生の時それ見て買っちゃったけど、まあもちろん僕も読みましたけど、うん、<laughs> あの本、いい本ですよね、うん、いい本ですね。見つめる鍋は煮えないってフレーズを僕一生覚えてますね。はいはいはい、発光とかをと、ね、例えてくれるやつ、アイデアは一,旦一,一晩寝かせてずっと考えない時間が必要だよねみたいなこと、うん、なるほどなーって思ったりしましたけれども。も、ね、もそれよりも乱読ののセレンディィピティの方が実は面白かったです <laughs> っ僕読んでないですあと富山茂彦先生いいってもういいって富山茂彦富山茂彦トーク無限にできるんで今度富山茂彦会は取るとして富山茂彦先生の新聞の当初が素晴らしかったんですよっていう話をしたいんですけどやめといてこれが物理学だはですねどっかの大学の名物物理学教授がすごい取り沙汰された時期があったんですよ多分水野さんも見たことあるんじゃないかな YouTube ではいはい 深い教室の端っこ、うん、というか天井にワイヤーみたいなくくりつけて、うんはい、巨大な鉄球を持ってきて、はい、で教室の端っこで自分の顔の目の前に置いて、はいつも振り子になってるわけですよね、うん、この鉄球が、うん、で今からこれを手を離します、うん、とだから鉄球としては振り子の動きをブワーンってして戻ってきて自分にぶつかりそうになるわけですよね。うんうん でマジの重い鉄球を使ってるんで当たると多分鼻の骨とか折れるんですよ。っていうことを前置きした上で教授が「でも諸君らは当然受験で物理を使ったから知っているだろうと」とこの世のエネルギー保存則があるから私が目の前この顔の目の前でパッと鉄球を離しても、うん、エネルギー保存されるはずだから振り子が戻ってきて自分の顔にぶち当たることはない私はそれを知っている。軌道上とちょっとっってことですすかいいや違います、うん、え えっとね、両端が高くて、はい、真ん中が低い教室を想像してもらえれば,、はい、えればいいんですが、はい,、はいはいはいえっと、床がちょ,ちょっとカーブしてるそう U, U 字型の地形を想像してもらえればよくてはい、はい、その高いところに立っている教授が、うん、鉄球を目の前に置いて、うん、それを天井にくくりつけているから、うん、パッと離すと鉄球はどんどん下の方に行きますよね。うん、こ,こういくは で逆の端まで触れて、はい、そのまま戻ってくるじゃないですか振り子になっているから、うん、でも教授が自分の顔の前でパッと手を離している以上<ー>自分の顔の目の前までしか戻ってこない,ない上がってこないとそ<う>そ自分の顔の高さまで上がってくることはないので勢いをつけなければですけど、ね、あ完全に分かったはいはいっていう前置きをした上でじゃあ今から鉄球手離しますで、この時に勢いつけないのがポイントだとそのまままっすぐ離すで、うん、手をパッて離してした鉄球は本当に。 真,真逆の橋に触れてそのまま、うん、戻ってくるわけですよね。うん、振り子結構な速さになるんですよ。重い鉄球が結構な速さでこうブワーって飛んでくるわけですよね。はい、で強重 そのすごい堂々と話してるからビビらないもんかなと思ってめっちゃ怖い顔してて「<laughs> え怖い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 」っていう顔しながら鼻先ギリギリで鉄球止まって戻ってきてピタッと止まってまた振り子を動き出すっていうのをやってすごい怖そうな顔してた教授がまた学生の方を向き直って言った通りだろうと。うん。万に一度の計算の狂いも生じないエネルギー保存則はいつだって正しく成立してるこれが物理学だみたいなことを言う。 動画まあ多分言ってないんですけど、うん、あの今僕脳内補完で <laughs>、はい、言ってるとこの本の説明しやすいなと思ったから <laughs>、はい、そんなようなことを言う動画です。はい、あの多分今だから全然違います。 <laughs> 多分動画探してみたら全然違うと思いますが <laughs> 怖い怖い怖い言ってないですよね多分ね <laughs> 多分言ってないですけどまあそういう趣旨の動画があってそれがすげえ流行ったんですよはいはいへえ見たことねえやそれの教授の本翻訳本そんな講義凝ってる先生は面白い本書きますよ多分そうなんですよっていうことでこれめちゃくちゃ多分大学生業とかで売れてて <へー S 2> 僕大学生の時は生教に結構積まれてた気がする <うん S 2> でさぞ面白いだろうと思って買ったんですよこれはいはい やっぱ流行ってたんでその時期に結構周りの理系学生とかも読んでてこれ面白いっていう話になってたんですね、うん、僕これでもなんかの事情でなんか定期テスト前で忙しかったかなんかわかんないですけど3ヶ月ぐらい放置しちゃったんですよ、はい、そうするとさ今更この本の話題出すのダサいなっていうなるほど分かすね <laughs> すげえちっちゃい声でめっちゃ同意してくれてるけれども 今からさサ、うん、サピピエエンンスス読む人に気が知れんん<ー>もそ<う>そうそう今今の話できないじゃんも今こいつサピエンス全史の話してるて、うん、今ハラリの本の話するならもっと新しいやつあるじゃんっていう感じになってしまうと思うので、うんはい、それと全く同じ現象がやっぱ起こりまして、はい、これが物理学だの話もうできないなってなってうん、うん、結果ですねまあじゃあ今読まなくてもいいか暇な時に読と。 って思って早8年。いま、うん、だに読んでないです。でしょうね。でしょうね。<laughs> その旬のガスたらもう来ないよ。マジで。ですし、もうおそらく一生読まないので、うんうん、これはね放流した方がいいなと思って今日持ってきました。ああ、それは確かにもうただ、うん、今僕、うん、計らずとも。うんうん 今サピエンス全紙読むやつの気が知れないみたいな発言を軽率にくしばしてしまったんですけど、うんはい、その理論に従うとこの本を売ったとしても買う人がいなくなるので、うん、あ本当だそうあの買う人いるのかなってちょっと思ったんですけど、うん、もしかしたらこの回を聞いてる人でちょうどサピエンス全紙読んでましたみたいな人が傷つくとよくないので <laughs> 読む人はめちゃくちゃいいと思いますそれだけ言わせてくださいよろしくお願いします。はいそうですねあのー、やっぱりさ どんなものだって読みたいなと思った時に読めばいいのであって、はい、その周りの話題がどうとかさ、うん、人からどう見られるかとかそういうものが先行してしまう人って人生楽しめてないと思うんですよ。今自分がこれがやりたいっていうものが一番大事なのであって、うん、そういうものに準じられるっていうのが一番ピュアな人間であって、うん、そうありたいですねそ<う>我々は,は。取り下げますか まあこれは手放すんですけどこれは仕方なくこの動画で言っちゃった関係上ねこれを精霊流ししますよって言って喋り出しちゃったから動画の関係上今から僕は手放しますけどこれもしこれで喋ってなかったら今この瞬間から読み始めます間違いない間違いないです動画の関係上仕方なくなくなく今から手放しますわかりますそういう感じです日本人の8割がこの本を持っていてそして積んでいるその持っている人たちのうち また半分以上が積んでいると、うん、僕の研究で明らかになっている本がありまして <laughs> あなたの研究つまり体感値ってことですね <laughs> あえああそ,うそうとも言いますけど、はい、<laughs> まあまあはいあの水野さんの研究によって明らかに僕が出したペーパーによるとですねみんなが積んでいる本 <laughs>、うん、1> 第1位,第1位 1> 発表します、はい、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神データウベーバー マックスウェーバーのね,これね。もうみんな積んでるよね。うん、みんな積んでますね。正直ね、うん、卒業アルバム買う人の比率より、これ買ってる人が多いと思う。<laughs> それは過言かもしらんけど、<laughs> でも積んでますよ。それは、うん。これ、ね。結構、あの、今改めて手に持ってみて思ったけど。うん、分厚くはねえな。そうなのよ。うん。多分役者解説とか抜いたら。 2> 2ページしかああこれ今岩波ですけど岩波文庫で3百何0ページしかない、うん、そんなに大変じゃないよね多分読むの結構さこの本ってさみんなさこの本説明する人いるじゃん、うん、かなり骨太だしさ、うん、めちゃくちゃすごいこと書いてあると思ったから「うん、上中下」とかかと思ったけど、うん、意外と薄いねそうだねあ そっかなんか意外とその分野の金字塔となる本短がちみたいなのはある気がしていてい社会学者ってさ資本論とかさかかデルケムの自殺論とかさすげえ分厚くないそうかも。なんかデータを引っ張ってきたりさ前提の共有すげえするからさああ多分分厚くなりがちだと思うんですけどああそうかあの僕この間聞いて「へえ」と思ったのがメンデルの遺伝、うん の話県生先生かのあの論文って、はい、なんか10ページぐらいしかないらしいです。?16 ページ忘れちゃったの。なん、はい、とか遠藤みたいなのでやってたやつですよ、ね。あそうそうそう遠藤、はい、豆のしわと丸みたいなやつ、うん、整理したやつあれ16ページとかしかないらしいんで、えー すげすぐ読み終わるからコスパいいみたいなの誰かが言っててへえって思ったんですよねだから意外と身近ガチかなと思ったけど確かに社会学でそれ珍しいかそうねなんかそう思うとなんていうか頑張れば読むのかもしれないですけどそう思い始めてはや年よわかるわかる岩波の本って本当にね買ってねあインテリの仲間入りしたわ大満足 って言って終わるっていうめっちゃわかる <laughs> 岩波文庫はね僕多分人生で100冊ぐらいは買ってると思うんですけどえすげえでも読んだの14冊ぐらいしかない気がしますあ<ー> <laughs> 比率がね <laughs> ちなみに買ったら実際に手に取ってちゃんと読みがち レベ1位公文写真書書はねそうとりあえず読みますからトイレとかねそう公文写真書は上下の余白もかなり広いので意外と手に取ったらあれなんか俺進むみたいな俺すげえ速読できてるかもっていう気になってサクサク読めるんですけど岩波さんはねさすがですせ高派ですよもうさすがですせんか文字もちっちゃいしフォントもとっつきづらいし気合入れて読もうってならないと読まないので僕岩波直近で読んだのが「ルソーの言語起源」ルソーの言語起源」 150ページぐらいだったたんでで気合で読み切りまし岩波の300はね、他社の500だっ <laughs> やっぱり、<laughs> その、換算表みたいなの持ち出してくんのやめましょう、やめましょうよ、うちのね、当店の普通盛りは、まあ、他社さんの大盛りみたいな感じなんで、<laughs> あるけど、そういう店、<laughs> <laughs> <laughs> そういうタイプなんでね、ちょっとプロリンは、確,確かに、確かに、もう、泣く泣く手放そうかなと思いますね。うん、しかもね、プロリン、噂によると、そこまで難しくない,い。えそうなの 割と資本論とかに比べると読みやすいっていう噂を聞いておりまして意外といけるんじゃないかなと思ってはいるんですけどね。堀本さんはやっぱり段階か 何度も読まれてる感じですか僕は当然ですね、はい、学生時代大学1年生の時に、はいえー、どうやら社会学という学問あるらしいぞ、うん、でそのスタート祖となったのはどうやらこのウェーバーという人らしいぞうん、うん、ということを聞きつけてですね、うん、で当然この「ブロリン」は手に取りましてすごいすごいで当然読んだわけですねはいはいお12ページぐらい <laughs> 簡単だって今12ページの印象で言ったでしょ <laughs> 12ページの印象で言いました <laughs> でなんかねあーなんか持って回ってるなーと思って、うん、であのその隣にあったですねプロリンなんか簡単に理解できる本みたいなやつ <laughs> みたいなやつを、えー、1時間半ぐらいで読みまして完全に理解したってなりました <laughs> <laughs> そういう,感じそういう感じ僕うう感じマックス・ベーバー入門って本買って満でしてます <laughs> <laughs> やっぱそうよね。うん、やっぱそうよね。マックスペーバーっても本当にちゃんと読んでないのに、みんな語りがちだ。相当高いよね。やっぱね語りがちだって。内容分かったもん。それで <laughs>。 そっかカルマニズムが始めたんだなカル,カルマンの宗教改革が結局勤労とか蓄財を推奨したから資本主義をドライブすることになったんだなっていうことだけ分かってればさも分かった感じで喋ゃべれるし、ね、ロシアの東方教会とかって、うん、労働と相性悪いんだなまで分かればうもうね全部エアアップできるんでエアアップしやすいですよね <laughs> そうですねちゃんと読んだ方はどれだけ僕らが浅いかをコメントしていただければ嬉しいです <laughs> 次ちょっと一気に2冊紹介したいんですけどはいはい えー、松本清張昭和史発掘ほう知らない本だほう「熊嵐」っていう小説ですねああ吉村明吉村明。村明はいはいこの2冊ですでさあ共通点は何でしょうはい。 三毛別ヒグマのあの襲撃事件みたいなやつについて両方とも詳しく書いている、うんうん、いやこっちだけの印象で喋ってるだろ <laughs> <laughs> いやいや熊嵐はまあそうでしょうけど三毛別ヒグマ事件の話してそうですけど、はい、昭和史発掘ですよ松本清張の、うん、昭和の歴史に残るやつ三毛別ヒグマ事件かそうか積んでたんですもんねでもこれは。これはね積んでましたねずっと積んでますっていうかはいま、はい、だにだから積んでたはい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  解説を寄せてるのが自分の好きな作家であ。ああ、もうほぼ正解ですね。<お>これは好きな漫画の中でベタボメされてた小説です。ああ、なるほど。ベタボメっていうか好きな漫画の中で象徴的に出てくる小説。はいはいはい。こっちこの松本清張「昭和史発掘」の方は七丸三抜。 クイズ漫画ですね。ですね読みました。703罰の中でめっちゃ盛り上がるシーンが覚えてます昭和史発掘出てくるシーン。覚えてないです。<laughs> 水野さん、読んだ漫画のシーンの話全然覚えてないよね。ディティールを全部忘れるの。<laughs> 物語の構造だけ覚えて帰りますとか <laughs>。はい。読んでないです。物語の構造だけ取り出してたら損してると思うんだけどな。楽しんだ方がいいと思うんだけど、感情移入して。<laughs> まあまあまあ。 703発の序盤で一番熱いシーンで出てくるんですよ、この小説。へーあ序盤で、うん、覚えてねえな。これ何かって、多分初のクイズ大会、はい、霊界みたいなやつに主人公が行って、でライバルの御くりや君と、早押しボードクイズをするんです、はい、で、ボードで当てたいなっていう時に、難問が読まれるんですよ。うん、それがね、なんか忘れたけど、1974年3月21日。 1855年何月何日みたいな感じで日付が3つ列挙されて、はい、これなんだろうと思ったらさてこれらの全てに共通する曜日は何でしょうって聞かれるんですよ、はいはい、クイズででなるほどってなってみんな曜日ってなって、うん、でマイナーな日付が割と2個続いた後に最後の1個が1940何年5月15日って言われ、うん、読まれて515事件っぽいな うん、あみ「五、はい・一五事件」えー、っとだから1947年だから昭和何年でうん間違いない五・一五事件の日だな、うん、まで来るんだけど曜日は分からんなってみんなななってみるわけですよね、うん、<laughs> でじゃあ五・一五事件の曜日も分かんないしその他の日付もピンとこないし勘で書くしかないかなみたいな空気になるわけですね。そ、うん、したらみんなねこの問題に何がついて解き方が各々別の解き方で集合していくんですよ。はいはい みくりやくんライバルの御厨君はゴリゴリ文系の主人公に対して理系なんで御、うん、く君も最初同じこと考えるわけですよね五一五事件の曜日、うん、知ってるかな知らないな他2つの日付知ってるかな知らないなってなって御く君はそ,こその段階で1秒ぐらいでそこまで考えて、うん、もう見切るんですよ。うん、知らないものをどれだけ悩んでてもしょうがねえ計算で解こうってなって、うんうん、<laughs> セラーの公式っていうはい、はい、あんまり分かってないんですけど僕も、うん、なんかモッド演算みたいなの使えば。 確実に曜日割り出すす方法があるらしくてはい、はい、ボードクイイズなんんででシンキンキグタイム長いんですよだから1分あれば出せるって言って猛烈な速さでホワイトボードに計算を書き始めてで最終的に答えにたどり着くんですねはい三栗くんは,い、はで一方で知識豊富な3年生の日本,有志日本屈指のクイズ王みたいな人は知識で解くんですよ、うん、最初のやつの日付は血の日曜日事件の日付だな <laughs> 日付を完全に覚えてるんでこれ血の日曜日事件だから日曜日はい、はい <laughs> 知識でどこです <laughs> はい、はい、主人公は両方ないんですよ、うん、理系力もないし血の日曜日事件の性格の日付も覚えてないから答えられないんですが、うん、それでも俺は本を読んできたって自負があるんです読書家なんですよね。はいうん、何冊本読んできたと思ってるんだとあれの中にどこかに絶対にヒントがあるはず記憶のページを開こうって言って全部本今までの五・一五事件に関係する本読んだやつを何とか掘り出してきて。うん 松本清張の「昭和史発掘は面白かった記憶がある五・一五、うん、事件」の描写は非常に細かく清張らしい筆致で描かれていて丁寧に描かれていてその描写で確か五・一五事件で殺された犬養氏の奥さんの描写があったはずだと奥さんが何かを話しかけていたはず。あーはは,は,は 結婚式に行ってくるわだった気がするへえ、あ帝国ホテルに結婚式に出かけてくるわと言ってその日タクシーを止めて夫人は出て行ったっていう描写があって帝国ホテルってその頃からあったんだと感心した記憶がある、うん、結婚式に行ったってことはつまりって言って僕の答えは日曜日ですって言って三者三様のアプローチで答えにたどり着くんですよ、はい、でお見事正解ってなって 蓄えてきてきよかったみたみいな激のシーンですよねこれうん、うん、今までずっと本を読み続けてきたものの断片からちゃんとそれが結実するっていういいシーンなんですよ。うんうん、っていうことに非常に僕は心を動かされまして、はい、いやー競技クイズって素晴らしいなとそして知識を蓄えることって素晴らしいなどんなところからでも答えにたどり着けるんだなということを感心して僕も読もうと思って買ってきたのがこの昭和史発掘です。はい <laughs>、はい でで読んでない8年 <laughs> 当然読んでないです,です <laughs> なぜならこの本のピークはその 703×4 で素晴らしいなと思った瞬間だから <laughs> それ以上のタイミングがもう来ないのででしょうね買った日はもう冷めてるんですよ <laughs> これ変わって決意した瞬間がやっぱピークで、うん、買った日はもう冷めてるんでその日以来冷める一方なので 1>,、はい、1ページも読んでないです <laughs> よしよし変えたーって。<laughs> 703発が素晴らしい漫画だという <laughs> という意味でずっと積み続けてきたそうですね,すねいい漫画ですよねいいちょっとあの漫画に関して喋りたいことありますけどいい、うん、やめましょうちょっとそれは、ね、やめましょう長くなっちゃうから、ねはい、でそっちはなんですかでこっちの「熊嵐」はですねあのバーナード城いわけはい,、はい。僕が大ファンの志川祐希先生の漫画の中で出てきてたえっと主人公の女の子がものすごいこれ読んで面白かったっていう熱量を込めて 友達に喋っていてい、うん、すごいめちゃくちゃな内容を喋るんですよ、うろ覚えで喋るから、<laughs> なんかなんとかっていうやつが出てきて、その時になんかこに困ったことがあるんだけど、銃でバーンって打って解決するんだよね <laughs> みたいな、でもすごい勢いで喋るから、なんかみんな楽しそうだなと思って読みたくなった。で、今の説明良かったから、ビブリオバトル出てみたらって言われて、うん、あ、分かった、ビブリオバトルちょっと出てみるって言って、主人公のあの子、出てみる予行演習をするんですけど。うん ビブリオバトルだなと思って喋り始めた瞬間に縮こまった説明しかできなくなって、はい、あえっとあのだからあんまりそれ正確ではないんですけどなんかこういう出来事がありましてこれっていうのはつまりこうであの私はこう思いました急に縮こまった説明になってしまう。<laughs> <laughs> これあの我々もマイクの前に出てきた時に「あこの説明性格じゃないやばい」って縮こまる現象と同じやつががてて <laughs> すごい今親近感湧きましたね <laughs> ものすごい親近感湧くエピソードがあるんですけど、うん、その在題材になったこの「熊嵐も」も、うん、良さそうだなんか分かるな気持ちいいって思ってこれも買っちゃいました、うん、それで買うんすねでも森、うん、本さんねこれね良かったんでそのエピソードが良かったんで、うん、いいエピソードで紹介されてる本いいと思いがちみたいな <laughs> なんかありません<ー>こういうの あるかなあんまりその間流れで買った本あんまないかもしんない俺。すごい何ていうの人間イメージ混濁しがち記憶混濁しがちみたいなのあるじゃないですか。めっちゃ楽しいい旅行の思い出があるおかげで ななんか岐阜県めっちゃいい場所だ単にあの大学生の時に行った岐阜旅行がめっちゃ楽しかっただけなんだけど、うん、岐阜県がもうめっちゃいい場所に思えるみたいな感じでバーナード城曰いわくもそのエピソードがめっちゃ良かったんで熊原市もめっっちゃいいい本だなと思って買いましたあでも確かに僕らもあの今日この「いいかねパレット」に来るまで、うん、あの古典ラジオの樋口さんにこう送ってってもらったんですけどタカ、うんうん、は本当にめちゃめちゃ あのやばいところっすよとかってめちゃめちゃ言われた後に「うん、いいかねパレット」3日間過ごして「うん、田川全体的にずっといいところなんだな」ってなったから<そう> <laughs> 分かりますそうですねこ,これは「いいかねパレット」がいい場所なだけで、うん、全く田川がいい場所かどうかは関係ないそうでも多分いい場所なんだろうなってなったのと一緒ですね記憶をねあのごちゃごちゃにしがち評価混ざって買っちゃった本ですね <laughs> 結構アホな買い方そうやってしちでうねで当然そういう理由で買った本なんであまり読むモチベがなくですね、はい 8年積んでますね <laughs> え質問なんですけど、はい、その、えー、ある書籍とかで取り上げられてて、うん、その書籍が面白くて、うん、この本の中身が分からないけれども買ってみた本って、うん、言ってみたら多分すべて積んでるでしょ今までほぼ読んでないでしょ多分そうだわでしょ多分そうそれっていつの段階でやめましたかそういう買い方っていややめてないなえっ その本の中で出てきた「わこの本めっちゃ面白そうじゃん参考文献に上がってるやつ読もう!」って言っていまだに買ってる気がしますえ,、うん、えでもさほら堀本さんさ合理性お化けみたいなとこある、うん、そうですね人合理的な判断ができない人のことをさくそみそに言うじゃない <laughs> そうですね今俯瞰してみて、うん、自分ご自身のことどう思いますか不合理の塊ですよね <laughs> <laughs> 古典的経済学が想定していないなタイプの <laughs> 非合理的な,な経済的非合理人ですか。かそうですよ。経済的合理人の逆です。エコン類の逆だなって思ってます、はい、今僕は。<laughs> まあでもね、学習できないですよね。学習できないです。ね、もう全然無理あの。今までも読んでこなかったなって思ってるのに買い続けてしまいますね。ああ、そういう、こういう本買っちゃうな話、めちゃくちゃ言いたいことあるけど、うん、これちょっと長くなるんでね。やっぱり、ね、っ後でしましょう。それ今日全体的にフェルマーメソッド活用しておりますね。そうそう <laughs> 一風変わった罪、はい、本の、うん、まあこう小霊流しするタイミングとしてですね、うん、自分が直近で読んだ本に似た内容が書かれすぎて、うん、あもうこの本俺なんとなく内容分かったかもしれないから読む必要ないかも、うん、と思ったやつがあると思うんですね。ということで一冊持ってまいりました「はい、世界のビジネス書50の名著」です。<laughs> <laughs> なるほど、はい、世界のビジネス書50の名著ね、はい、あーなんか似たような本最近見たような気しますね。ねそうですよね、うん、なんか僕の仲のいい非常に腕のある作家が本書いてましたけど <laughs> どんな本なんでしたっけ <laughs> それはですねあの堀本健著 ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金率っていう本がありましたね。つ、はあ、最近出たやつそうですよね。その本も一緒にね、うん、どっか流してやろうかと思いましたけど、<laughs> ちょっとこっちにしました、ね、流すのは。あの本はね、いい本なんで、ぜひお手元に置いといていただいて、流さないといてもらえるのですあの。家の本なのに置いとくとね、すごくいい疑われるんで、うん、奥の方に閉じ込めているんですけど。<laughs> それはねあの 買ってくれた皆さんからも同じような声をいっぱいいただいてますサインくださいって言われた時もその本持ってると恥ずかしいんで隠してますてみんなから言われてます <laughs> そうですよね、うん、まあねこの本しただね堀本さんの本と違ってめちゃくちゃ分厚くてえ分厚いねこれ670ページある、うん、ちなみに取り上げられてる本です、ね、はいあ全然知らないわ最初「ン。バージン」ジン次「タイタン」うん知らないわ次「アリババ」 ジャックマーの帝国。ははいい。全然知らねえ。僕が知ってるもので言うと「あ、え、ハードスイングス」とかって有名あ有有名名。あ、有名なんだ。読んでないけど。読んでない。あと「シュードック」とか「はいはいナイキの創業者のやつ。そうそう。まあコンテナ物語。うんあ、読んだね。どうでしょう堀本さんもちょっと見ていただいて。あでも意外と知らないかもしれない。この辺は知ってるのはゼロトゥかね。ああ、はいはい。え、あと「ジェフ・ベゾス」「果てなき野望」これは読んだ。ああ、はいはい。あ、読んだね。経営者の条件。 これはねドラッカードラッーかはいはいはい。とか、How Google Works、有名なやつだこれ。ええ、知らねえわ。詳しいっすねやっぱ、さすがに。ねえ、ビジネスショーをね、100冊読んでる。日本ビジネスショー協会会長です。会長ですから、勝手に名乗ってるだけだけど。あとね、失敗の科学。これは積んでます。失敗の科学が積んでます。え、マジじゃあ早く読も。早くも。はい、取り上げ始まってる。人生に楽しみ奪おう。あとね、イノベーションのジレンマ。ああ、クリステンセン。クリスンセンです。はいはい。 有名なやつ意外とだからあれっすよね多分400ページぐらいあって、うん、学者とかマジのすごい起業家みたいなのが書いた、うん、何だろう もうちょっここにある僕が書いたまああのまああのビジネス書ベストセラー100冊とはちょっと趣の違うラインなっ趣の違うラインなそうですよねその非常になんというかカジュアルなものから硬派なものまでってコーナー織り交ぜてらっしゃる非常に巧みなねそういうことです僕の担当編集士はそういう感じですねカジュアルなものを非常に多めにセレクトしてくれたんでまあよりポップになってるのが僕の本ですねほとんど同じ 本なんですけどこの <laughs> これとね、世界のビジネス50の名著と僕の本は。そうですよね。ほとんど同じ。本こっちはちょっとで、逆になんか骨太すぎて、なんかゆる言語学ラジオで言うと、他の会みたいな。そうですね。もうちょっと、ずっと、こう難しい話してるなって感じなので。で、ぜひね、ちょっと、あの、合わせてお求めいただければと思うんですけど。僕はちょっと、これはもう完全旬を過ぎてしまったというか、読む必要ないかもなと思ったので、流そうかなと。思全然違う本だけどな。え僕の本と、これ、全然違う本だけどな、多分。違うんですか。名著百冊取り上げてらっしゃる本じゃなかったですか。そう。 そうですね僕のやつはちょっとね名著を100冊取り上げてあそうか分かった方これ世界だけど日本のだほぼだからだ日本の本ばっかりなんでそこがちょっと違うかもしれないですねだしちょっとはしゃいでるんで僕の本ははしゃいじゃったんでねそこが違うところかなって気がしますねもしねあのなんかまだ 宣伝したいこととかあればいっぱいどうぞどうぞ宣伝してください。ちょっとここでやるにはあまりにも口が重くなりすぎるんで <laughs> やめておこうと思います。そうですね。ちょっとあのはぜひ皆さんまだ買ってない方お求めいただきたいんですが、うん、まあちょっとねビジネス書最近読まなくなったし、うん、あの400ページとかあるビジネス書結構骨折れるんですよね。わ、うん、かるわかる。なのでまあこれはもう旬すぎたかな俺にとってはと思思いましたね。そうですね。そんな感じするな。最後に。 新しいパターンでこれ積み本とはあんま言わないような気がするんですが手放せない本っていう切り口でうん、うん、これですね吉祥寺の朝日奈くんあなんか一回これ前もちょっと喋った気がするはい。な何で言ってたか全然覚えてないけど,でけどなんかで言ってましたねこれねなんで逆にみんな読んでないのって僕切れてるんですよほうんでなんでみんな読んでないのか意味がわからない読んでないです意味がわからないんですけど、はい、あの 一番面白い短編小説集です。へえ、あ、短編なんですね。これ。短編ですね。はあはあ。地球で一番面白いです。ええー、そんなに。<laughs> そんなに地球で一番面白いといえ。えー、えー、といませ、すめんなさジャンルは。ええとですね。これが非常に説明しづらいんですが。なんか、でも、標識的に日常系とか、そんな感じですか。だと思うじゃん。はい、これね。日常系です。<laughs> ってるやん。<laughs> ってるやん。<laughs> 何と思うじゃないですか。<laughs> いやえっとね日常系っていうと語弊あるな。えっと心温まるハートフルな短編が詰め込まれております。はあはあ、は,いはいはい、って言うとさ、うん、なんかいい話が入ってるだけだろうなと思うじゃないですか。うんうん、全部の話に叙述トリックが織り込まれえすごくないこれ。あーやばいね短編で短編で。編で編ではいはい。 普通叙述トリックを見せるための本で使うじゃないですか。ああ、はい、そう,ししう,かあ,そうありがとうございます。著者とかがねあの物理トリックによく対比されると思うんですけど、うん、字の文とかで読者をだますこうある構造例えばこう意図的に見えないようにしたりして、うん、最後の一文とかでそれを覆したりするタイプの、うん、まあ本のこととか叙述トリックものっていったりしますね。よくあるパターンだと広し ずっと呼んでるやつ明らかに同一人物だと思ってたら最後の最後でこの広瀬とあの広瀬別人だったってわかるとかうん、うん、そうですね例えばそれが っていう作品とかはね、やっぱ、それ使っすよの有名なやつがね、ありますよね。死ぬほどあるけど、だめだ、一個もあげられない、一個もあげられない、全部ネタバレになってしまうんですよね。まあ、言えないんですけど、まあ、あと、あるパターンでいうと、あれかな、まあ、一人称形が一番よくありそうですね。あ、うん。そうですね。あの、僕、僕ってずっと進んでたんだけど、実は作中のほにゃらららららが、この僕の人だったとかね。あ、そのパターン。あ、先生の。って読みました。 <laughs> ち,ちょっと分からんのよ <laughs> 分からんのよそれどれなのか <laughs>。とかがね叙述トリックの定番だと思うんですけどこれはそれの衝撃がメインじゃないですか。<うん S 1> あれれっってこれだったのっていう驚きを与えるのが多分メインで。 小説みんな書いてると思うんですけど。変な話ね、例えば、じゃ、ええ、恋愛もので叙述トリックとかってなると。恋愛小説としての読み味っていうのは、そんなにこってりさせない。そうですね。そうですね。だから、そっちを褒めてる人って基本的にはいない。わけですよね。まあ、だから、イミテーションラブとか、ね、叙述トリックの名作って言われるものを。まあ、恋愛小説であり、ジョ叙述トリックもって言うけど。まあ、恋愛小説だな、いい作品だなって、あんまり評価して。そうですね。あれを恋愛小説だと思ってる人はいない。ですね。うん。 イニシエーションラブイニシエーションゲームと干渉してるわ今なんか違う気がするなと思ったんだけど稲井くるみ先生のねイニシエーションラブイニシエーションラブです失礼しましたそうイニシエーションラブとかはもう多分衝撃の落ちって散々言い倒されてるからもう言っちゃっていいなってなったんですけどそうあれとかはまあ恋愛小説なんですけどあれを恋愛小説として読む人はいないじゃないですかこれ逆でこれ叙述トリックであそうだったんだってなるんですけど そっちをレビューしてる人は少なくてへ<ー>これめっちゃいい話だなっていう方を注目してるんですよえとオチが弱いってことそうあそう言うとなんかネガティブな言い方するね <laughs> せっかく人が人がいい言い方してるのにオチが弱いってあんたプロのサッカー中田英一先生にあなたオチが弱いってひどすぎるでしょ <いや S 1> <laughs> それでも編集者かあんた お終わりですよ作家これから担当しようっていう作家にごめんなさいマジで間違えました違う違う <laughs> 先生の作品ってオチが弱いですよねって言ったらもう終わりよ気分返されて帰っちゃうよ <laughs> <laughs> いやなんか作者としてどっちに肘を置いてるのかなっての、うん、聞いてて分かんなかったからんかど,どういう作り方をしてるのかが、まあ、読まなきゃ分からない,はい、はい、これはねプレゼンしておきますと、はい、これ中田栄一先生っていう作家なんですけどあんまり多分メジャーじゃないんですよ、はい、あんまり言われてピンとくる人は少ないんですが、うんうん、こう言うと多分分かるんですよ先生ですお,んえおついち先生ですこの人。 あ同,一人物同一人物が別の名義を使って書いてるんですよ。という驚きを与えですかジョてュストリわけで,ジジではなくだったのか <laughs> <laughs> っていう驚きを与えようと思って書いてるわけではなくて。なるはいはい、はい、あの、おついち先生って割とダークな世界観の作品が多くて、はい、そういうのを書いてたんであおついちイコールダークねって思われてるのが嫌で、うん、もうちょっとフラットに読んでほしいぞということで別名義で書いてる感じです。そうなんだ おついち先生もジョジョストリックの名手なんですえそれあれだったんっていう作品が死ぬほど、はい、あのいっぱいありますね似たような短編集で「ズー」うん、あります、ね、<laughs> とかとズーのあと「ゴス」とかっていう短編があるんですけど、はい、あれも入ってるやつはあらかた「ジョジュストリック」の作品なんですけどっていうあの名手が。 なわざわざ名前を書いて変えて書いてるんですよ。何がしたいかっていうと、ハートフルな作品に特技の叙述トリックをスパイスとして添えてある。はあ、そんな高度な技できるんだ。これすごくない。チャレンジングですよ。<ー>だからもう、なんていうの、超贅沢ですよね。叙述トリックの人として、もう一級品の評価を得ている作家が、その特技をスパイスとして使っちゃった。これ言うたらあれですよ。 超うまいステーキ屋さんがステーキ出した後に出してくれるガーリックライスみたいな感じですよね。その肉のうまみを詰め込んだやつを別のところに転用して出してくれるっていうやつ。はい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 、はい、いしいじゃん。うまいうまくないわけがないでしょこんなもん。そうっすね。しかもさ結構薄いから読めそうっすね。そうこれねすすぐ読み終わりまははい、はいで まあこの表題作吉祥寺の朝比奈くんが特にいいんですけど、うん、これ何をテーマにしてるかっていうと裏拍子に明示されてるんですよ、はい、愛の永続性です<う>すごくない 短編でやる。それ、短編で愛の永続性に挑戦した上に叙述トリック入ってるんですよ。やばすぎない。この断固守りじゃん。<laughs> 頭おかしい。だから僕その触れ込みだけ聞いたら破綻してるやろ。そんなもんっていう短編として成立するわけがないじゃん。って思いながら読むんですけどしてます。知 <laughs> ってます。 あと僕がもしね、うん、おついちさんだったら、うん、そのける愛の永続性っていう設定と呪、うん、ジジストリックは分けて別で出して2回稼ぎますそうすそう、うん、そうしないんですよえぐいなこれだから愛の永続性と呪ジジストリックとで2冊出せるやつを短編1本にしてるんですよ凝縮率やばいでしょ もうだから肉汁煮詰めてるみたいな状態ですよステーキ屋の例えからちょっと外れられないから <laughs> どうしても全部ステーキ屋で行こうとした結果変な例えになっちゃったんですけどそうですねまあコンソメスープっていうのはねコンシューム完全に消費したから来ているみたいな話がありますけども、うん、そういうようなこととはちょっと今違うなはいはい、はい、ちょっと違うな <laughs> 例え下手だななんか <laughs> もっと煮詰めるものいっぱい他にありそうなんだけど、はい、あのコンデンスミルクのコンデンスも凝縮したみたいな意味ですデンスがねえー、とっ密集したみたいな意味です、ねうん、みたいな意味なんかもう例えなくていいよかか多分みんな例えることによって分かりづらくなってしまう <laughs> おかしいな例えの名手としてね、うん、例えの名手としてそれをスパイスに今添えようとしたんですけど、うん、失敗しました、ね、名手じゃないからですよねれ、はい、<laughs> 名手からじゃ,じゃない、ね、<laughs> 僕は例えの名手じゃないんですけどおついち先生は紛れもなく叙述クの名手で、はい、それを全部ハートフルな短編に添えてくれたっていうサービス精神いっぱいの。 短編集になっておりますんで、これマジで全員読んだ方がいいっす。ね、てかもったいないっすよね、その知らない先生だなと思って、そう、その手に取らないって人が多い気がするんで、まあ、全員読んでほしいなと思って今日紹介してますし、でなんでこれ手放すのかっていうとですね、僕この本好きすぎて衝動的に読みたくなるんですよ。うん、これあの実家にあったやつ持ってきたんですけど、うん、これ大学生の時に買って、えー、引っ越す時に実家に送って、で衝動的に読みたくなった時に Kindle で買っ わわ。<laughs> あかる Kindle で買っていろんなところで読んじゃうんですよふと思い返したときに読みたくなるめっちゃわかるわ <laughs> あるそれ具体的にはですねこれ吉祥寺の朝日菜くんってタイトルなので吉祥寺が舞台なんですよ、はい、吉祥寺の献血センターのそばのカフェがキーになる場所なんですけど、うん、もうそんなもん吉祥寺のカフェ行ったときこの本読みたくなるじゃないですかうん、うん、だから衝動的にそういうときに読んでしまって Kindle でもういつも読んでるんでいらないんですよこの物理本 <laughs> うん、うん、なんだけど捨てられないな良すぎて、うん、思い出深すぎてっていう形で物理本保管されてたんですがいい本なんでねみんなにも読んでほしいぞ今日紹介したいぞという気持ちが先行して持ってきましたあ素晴らしい今日手放そうと思いますそう共有したいなと思って流したくなった本ですねうん、うん 積み本じゃないけど、やっぱりみんなに読んでほしいぞと、うん、そういう強い思いがあって紹介したわけですね。持ってきちゃいました。うんじゃあ読んでみます僕も。ぜひ。そんなわけで積み本称籠流し新企画やってまいりましたけれども、はい、本日の動画広告関係となっております。広告関係となってるんですか。広告関係です。岐阜県高山市から岐阜県高山市からのじゃなくて、行政からの。<laughs> 違う違う精霊流しの PR になってないんよ仮に精霊流しの PR なんだとしたらバカすぎるんよこの企画そうか。そうかそうかもっとね精霊流しに関するうんちくとか喋らないといけないと思うので確かにそれではなくて岐阜県からではなくてですね古本、はい、の会社、うんうん、販売の会社、はい、バリューブックスさんからですはいはいネットとかでね、うん、たまにあのアマゾンとかに出店されてて<う>届くやつアマゾンで古本買うと結構バリューブックスさんが送ってきがち あの一緒に厚手の紙同封されがち,れがち <laughs> いい紙使ってるなーっていうのが同封されがち <laughs> そうですそうですそのバリューブックスさんが、うん、ゆる言語学ラジオを痛く気に入ってくれておりましてありがとうございます担当者の方がですね大のポッドキャスト好きでしてですねはいものすごい勢いで今応援してくれておりますあ,ありがとうございますゆる言語学ラジオえ具体的には何をしてくれてるかというとですねはいはい何ですか参考文献うん今ずっと本編で やってるいろんなシリーズ、赤ちゃん会、生成文法みたいな、うん、いろんな会のやつを。参考文献大全部バリューブックスさんが出してくれてます。マジですか。エグ、バリューブックスさんがもう好きに本買っちゃっていいっすよってって。<ー>参考文献を全部。 くれている。八千円の本とか買ってますけどす、ね、状態ですね。それが全部なぜかバリブックさんの資金から出ております。なぜだろうっていうところですね。それは。あのよくわからないです。折井さんは相当な額何かこうギックバックをしているとかってことですか？とかは全くなくて、<ー>その担当者が懐を潤すために二割抜いてみたいなことをしているわけでは全くなくてですね、うんうん、クリーンな経費精算をしているのになぜかバリブックさんから無限に。 参考文献文献代が出てくる。いや本当でもありがたいですね。それは、うん、助かりますね。普通そういうのやるときってさ、なんか条件とか決めるじゃないですか。うん、うん、参考文献代出すんでうちがスポンサーやるんで代わりに毎回バリューブックスの提供でお届けしていますって言ってくださいみたいなやつあ,、はいはい、あるじゃないですか。全くなしです。言わなくていいですかね。全く無しです。<ー> <laughs> あのこちらから何も条件はお出ししないので参考文献代はとりあえずうちが出します。ので,で担当者が言ってね。<laughs> のでにななってない全然でですね、この話まとまった後その担当者が、ちょっとうちのホームと一応じゃあ契約書だけ、あのー、買わさせてもらいますんで、うちのホームと相談して契約書作って、ドラフトお送りしますねって言って終わったんですよ、その日のつは。うん、で、次の打ち合わせで、あのすみません、ちょっと契約書を作りますって言ったんですけど、うちのホームにこういう条件で契約書作っといてって言ったら、ホームに怒られました。ね、あ,あ、はいはいはい。担当者が。うん、そりゃそうだ。 A さんはこれをやります、うん、で B さんはこれをやりますっていうものであるとだから「バリューブックス」が参考文献代を出します「はい、終わり」っていう契約書はないと、うん、<laughs> そんなものはない,はい、はい、<laughs> 作れんそんなものはって変だからって言われたらしくて、うん、まあそれもそっか <laughs> <laughs> ホームがまともですね <laughs> ってなったらしくてなんか社内でも変な感じになったらしい。はい 担当者にはいつもご迷惑をおかけしてるんですいやありがたいですねっていうこととか、はい、あとですねグッズ販売うん、うん、ゆるげんごラジオのグッズ結構前からの通販始めていて、はいはい、もうグッズ買ってくれた人は知ってると思うんですけど、うん、販売全部バリューブックスのサイトで売ってるんですね。ねそうですよねありがたいことに。バリューブックスさんのサイトからあの売ってもらってるんですが、うん、手数料は,いはい、はい、結構ね無駄があるというかねそうそうそう。 通販で売るんだったら、通販で売るとね、普通のプラットフォームとか使う,使うとね、十パーセントとか二十パーセントとかあのー、取られたり、売上から<て>、はい、手数料引かれるんですよ。うんうん、バリューブックスさん何パーセント引いてると思います？だいたいね、まあ。 えだって倉庫だとか発送だとか、うん、それからシステム維持みたいなも全部<想>商品の登録もバリブックさんがやってくれてるんでーページ作りから倉庫に保管するところから発送までで在庫数の反映まで全部やってくれてます、ね、うーんまあね20%とか15%ぐらい持ってっていいんじゃないですか、うん、そんなにやってくれたらゼロですはいゼロえゼロそれはその何 一万のグラウンドで視察ご入るとかして,る感じ <laughs> してないです。え、してないです。どういうことどういうこと。ううことあの、はなん、ボランティアでやってくれてて。え？あの、はい。倉庫バリューブックスさんが家賃を払って借りている倉庫の一角をユルゲンゴクラジオグッズが占領して、はいえー、バリューブックスさんが賃金を出している従業員たちがそれを見て在庫管理をしてはい、はい、発送作業をしているんですが、はいえー、手数料一円も払ってないです。ね、ホノンさんのすごいヤクザだったじゃないですか。その。<laughs> え、どういういことえ <laughs> そうですあのお前うちの島で商売するんだったら <laughs> 手数料ゼロでやっとけよ <laughs> 発想っていう脅しを僕はしたわけではなくてなくあのゆる言語クラジオさん応援してるんで、うん、手数料ゼロで <laughs> うちやりますよって言って,ましてあれかなそのなんかビジネスとか知らない人たちですかそう、うん、だから 頭が悪いのかな <laughs> <laughs> おいおい何を言ってんの <laughs> この条件聞いた時は思いましたあれこの人頭が悪いのかな <laughs> でもね多分その人はビジネス書100冊読んで分かった成功の黄金率知らないと思いますね <laughs> そうです、ね、ビジネスをするときはお金を取った方が良いっていう <laughs> そうあのねそれはね僕の本にも書いてないんですけど黄金率です,ですよね <laughs> <laughs> これはね絶対そうビジネスをやるときはお金を取った方が良いっていう黄金率を無視しておりましてワ、えー、リューブックスさん怖い <laughs> 恐ろしいなぁということを思っているんですが、はい、そんなバリューブックスさんと初のコラボ案件ということであの今回はスビボン精霊流しの企画をやらせていただきましたはいあの1個いいですか、はい、なんでそんな大事な案件動画を、うん、いいかねパレットっていう情報量が多い場所わし <laughs> 分けわからん関係で撮ってるんですか <laughs> 散らかるんですよねこれ、うん、これでよくなかったっす、ね、しシャープに研ぎ澄ましてそれは <laughs> そうなのよだからもうさ広告関係バリューブックスの広告関係だっつってのにいいかねパレットさんの方にお邪魔して撮っておりますもうくちゃくちゃないよ今日オープニングから なん <laughs> なんだ。反省が多いですけどね。うん、でもちなみにバリューブックスさんはコテンラジオのスポンサーでもあり、多分コテンラジオにも同じような感じでやってますね。はい、あマジか。そかそか。うん、じゃあ同じようにサポートしてもらえるっていうことですね。うんうん、そうですね。いや申し訳ないななんかちょっと。 言葉の不思議しにバリューブックスって入れましょうかそうですねじゃあこのゆるバリューブックス言語学ラジオねバレるバレるそこはバレるのそこはバレるからダメダメそういうとこじゃなくてもっと自然な会話でじゃあ水野さん本日のバリューブックステーマは何ですかこういう感じでいかないとあーそうかそういう感じでいきますかそうバリューね生成文法かチョムスキーバリューはなかなかねやっぱ巨人巨人ブックスですから <laughs> いつかはやっておかなきゃいけないバリューブックステーマですよね <laughs>。<laughs> 面白いですよ、ね、<laughs> それ。めちゃくちゃ入れるっていう。<laughs> 散らかるな、もう <laughs>。そういう回も、ね、いつかやってもいいかもしれない確かにね。それぐらいバリューブックスやばい,い。すげえなー。そんなバリューブックスさんからですね、あのうん、普通に広告案件を一回やってくださいということで、こちらも。 あの普通に広告費を、うん、そこそこの広告費を頂い,いて<え>この動画もやっておりますそうだから普通恩返しの形でタダでやってくださいっていう話になるかなと思っ,たらって結構十分なあの広告費をいただきつつ小こ,こに予算最いてる <laughs> 大丈夫マジでやるのであの想定以上の広告効果を出してやろうという今頑張ろうと思ってめちゃめちゃバリューブックスさんの話を今していますああ、うん、す,すげえな結果営判断ってできるんだね オンを今めちゃめちゃ感じてる状態で広告環境やってるんでめっちゃ結果出したいな。ペイフォワードされました、ね、そう完全にそうなんですよ。うだそういう意味で非常に正しいビジネス判断なのかもしれないですね。まあまあ、まあ、オンを売っておくことでめっちゃ結果出そうと頑張らせる。そうですね。意外とよくよく観察すると堀本さんは先にされたオンに関してはちゃんと返すって修正があるのでそうなんです,んです確かに。先にアマギフを送ると相談乗ってくれるってことはあるから、ね。その傾向があります。へえ。 のでぜひともあの今回結果を出したいという広告案件でして、はい、今回積本精霊流しというのを長々とやらせていただきましたはいなので我々はこれ要はバリューブックスさんで本を買い取りもするということですね。はい、ということですねなんで趣旨説明としてはですね、はい、今回我々手放すぞと積んでる本を手放すぞという話をしてきたんですが、うん、なんでこの話長々としたかというとみんなも手放したくなったよねと、うん、一緒に俺たちと手放そうぜ うん、という趣旨でありまして、はいはい、バリューブックスさんの方に皆さん本を売ってください。うん、売れ売れ。売れ <laughs> え、<laughs> もうあのすごいね、バリューブックスさんへの忠誠心を上げるとリスナーへの忠誠心が下がる。<laughs> うん、<laughs> どっちかしか見ないよね。トレードオフじゃないんだけどなそこ別に <laughs> 一緒に上げていいと思うんだけど <laughs>。 という趣旨でして、はい、バリューブックスさんねあの買い取り査定非常に楽ですんで、うん、ダンボールに本詰めて送ってもらったらバリューブックスさんの方から査定額が返ってきて<さ>これでよければ売っちゃってねって言われてそのまま簡単に売れるよと手間が非常に少ないサービスになってますんでこの機会に皆さん一緒にですねはい積み本小霊流しをやりましょう,うん、うん、家に試蔵されている本を持ってきて、うん、バリューブックスさんに売ってください、うんうん バリューブックスの楽しいポイントとして、はい、売った本が今まで売った本リストとして生成されるらしいんですよ自動的にページが、はい、まとめページがだからはい、はい、水野さんが売った本は水野さんが売った本の一覧ページみたいなのが生成されるらしいですねへ、うん、だからあこいつが流した積み本これなんだっていうのが見れるあのメタモンになりそうですも、ね、う<あー> <laughs> すごくあそうか僕多分つけけた本だめちゃめちゃこう瞬間的に読んだ本とかビジネス書みたいなものでもう手放していいかなみたいなものをいろんな印象も持たれそうだから岩波とかめちゃくちゃ多くないめっゃ難しそうなやつだけね資本論とかプロリンとかニコマコス倫理学みたいなやつとかばっかり流されることになると。 好ままししくない気がしますんでバリューブックさん的には多分いっぱい本売ってくれた方が好ましいと思いますんでですねはい、はい、分かった分かったこうしよう、はい、僕が今何を言いたかったかっていうとそういうリストが生成されるのでフォロワーの皆さんで「ハッシュタグみ本精霊流し」っていうのをつけてうん、うん、そのリストをシェアしてくれるとみんな交流しやすくて楽しいんじゃないかみたいなことを提案しようと思ったんですけどしなくてもいいです。<laughs> しなくてもいいですもしかしてですけど、うん、えっと手数料取ってなくて、うん、広告費もくれるスポンサーさんのためになるような提案を、うん、僕今台無しにしました台無しにしました終わりです <laughs> せっかくさいわゆるバズマーケティングみんなが口コミしたくなるような きっかけを作ることによっていっぱい広がっていくよっていう「ハッシュタグ積本うろう流し」っていうムーブメント僕は今考えたにもかかわらず、うん、水野さんがうちのリスナーはそういうの嫌がりますよっていうことを案に示すことによってあじゃあやめようってなって一個潰れましたバズマーケティングのきっかけが一個潰れましたみんなやりましょうや,やれ <laughs> やれ<る>だからこうしようあのどっちでもいいです、ね <laughs> どっちでもいいです。そうですね。うん、売った後のリストをシェアするとき、ハッシュタグつけてもいいですし、でもシェアしなくてもいいです。リスト自体をつけなくても、うん、バリューブックスで売ったっの、いうのをそう、ね、積み本小を流しとまあ,、うんあとね、ゆる言語はクラジオとか、ハッシュタグつけて売ってくれれば、うん、多分、幼霊同士の。 交流の、ね、コ,ミコミュニケーションになると思うんそれはぜひやりたいですねぜひみんなで言ってあげてくださいあ,、はい、あ流行りのビジネス書ョをいっぱい買ってるタイプの人ですねそれが結局読まずに流しちゃうタイプなんですねとか言ってあげるといいと思いますそうですね <laughs> 楽しく交流しましょう楽しく交流してくださいバリューブックスさん太っ腹話をしたんですけど、はい、さらに太っ腹話がありましてまだの,、うん、あの今回本売ってくれた人 全員にあのキャンペーンコード配布してまして、うん、このキャンペーンコードを入力した人にサービスとして、うん、通常1箱あたり500円の送料が無料になります。でかいね、じゃあだからただで送って、えー、そうですそれを査定してもらえるうそうですかへ<ー>かつバリブックさんが買い取るところまで行ったら、うん、1000ポイント上乗せで付与されます。えだから 買い取り額1万円だとしたらバリューブックスが1万円で買い取ってくれて、うん、さらに1000ポイント上乗せで1000円分のポイントがついてきます儲からんよそれそうだから、うん、バカなのかな <laughs> <laughs> バリューブックスの人バカなのかな、うん、やばいな、うん、そ,うそうなんですよだからわけ,わけわかんないですよあのゆるゲン学ラジオにめちゃめちゃいろんなもんくれて、うんえー、今回広告費も結構くれて、はい、で 売ってくれたリスナーの人にも1500円相当のものをくれてるっていう状態です、ね。はい、大丈夫かな経営心配っする、ね。<laughs> コンサル入りますかちょっと。<laughs> ちょっとねあのあんまりいろんなもあげない方がいいっすよ人に商品はあげない方が良い。<laughs> はいはい、金銭はあげない方が良いっていうコンサルを入れた方がいい,い。マジでそうですね。<laughs> マジでそうだわ。っていうね不安になってくるらしいんですけどはい、はい、一応バリューブックスさんの方ではあの試みというか。 気持ちとしてはこれで買い取りをやってくれる人が増えれば最終的な採算が取れるという目論みがあるらしいのでこれでいっぱい皆さんが売ってくれれば全然大丈夫らしいです。はあ、ペイすするらしいでということでですねあの僕らの立場的にもバリブックさんにもこんだけ太っ腹になってくれていてこれで広告効果が全く出せないと買い取りが6件しか決まりませんでしたとかになるとですね、うん、腹を切るしかなくなる。<laughs> そうですね僕らもその時は一緒に詰めましょう,うそうですね腹を切るしかなくなるしあのものすごいでかい鉄球とかを振り子で流してあの引かれるって罰ゲームをやらなきゃいけない <laughs> これが物理学だって言いながら内臓をまき散らすっていう罰ゲームを僕はやることになりますんで <laughs>、はい、担当者にそう約束しましたんで <laughs>、うん、<laughs> ちょっと皆さんからぜひですねこの機会に売ってほしいです売りましょう積み物売ってほしいですマジでマジで頼みます頑張りましょう売りましょう僕らも売りましょうじゃあ売りましょうであの キャンンペーンコーコド今言ったんですけど、うん、これを入力してほしいってやつが「つみぼん」はいはい「tsumibon」はい小文字かも小文字,小文字ああまあどっちでもいいけど多分大文字大文字多分大文字はい、はい、まあ区別されてないんじゃないかなこれ小文字で入れてもいいような気がしますがあ失礼しましたまあつみぼん概要欄にも書いておきますのでこちらコピペして使っていただけるといいと思います、うん、大文字で「つみぼん」これ入れてもらえると1000ポイント付与さらに送料500円無料になっておりますけわからんわけわからんねわ 1000ポイントでそのポイントはんかどこで使えるでそのポイントはですねはいはいはいつまり本を買うのに使えますんか古本の買い取りと売るの両方やっているのでバリューブックスさんの方で売っている本がそのポイントを1ポイント1円の形で使える使うことができますさらに耳寄り情報を言いますとバリューブックスのサイト内でこの1000ポイントは使えるそして る語学ラジオののグッッズはバリューブクスサイト内で売っていつまり三段論法で何が言えるのかというとバリューブックスのポイントでユルゲン語学ラジオのグッズが買えるそういうことですおおこの1000ポイントはユルゲン語学ラジオのグッズを買うのにも使えますへえでか完璧ですねだから本はそんなにいっかって人だったらグッズを買っちゃえば良いという形になりますねでグッズを買えば僕らもね私服が超えますもんねそういうことですうしい限りだ当に ウィンウィンウィンという完璧な提案になっておりますで素晴らしいですね,ね今のうちにぜひ積み本を小籠流ししてほしいですはいさらにですねこれ配慮がちゃんとしておりましてこの期間積み本小籠流し募集期間ははい8月31日までです、はい、何が言いたいかわかりますかはいわかりました何ですか8月31日僕の誕生日ですねそういうことですそういうことです <laughs> そんな配慮まで <laughs> 水野さんの誕生日プレゼントにもなり、はいうん、さらに夏休みの終わりの日でもあります末日でもあるだからこれはもう夏休みの丸ごと使って本を整理して夏休み中のタスクとして皆さん持っといていただいてこれを精霊流しするとうん、うん、でそうするとバリューブックスさんの方でバリューブックスさんも喜ぶし我々の バリューブックスさんへのメンツも立ち、うん、ということは引いては水野さんへの誕生日プレゼントにもなる完璧なプランでござい,すいですね。なのでぜひですねこの夏休みは本を整理してみんなの家も広くなりますから、うん、積み本を小籠流ししてくださいお願いしますそういうわけで本日はバリューブックスさんの キャンペーン企画をやらせていただきましたはい「罪盆症狼流し」という企画と見せかけて実はバリューブックスさんのがスポンサーになってくれるという素晴らしいバリューブックスな企画でした本当にね非常にバリューアブルでバリューブックスな企画でしたね本当にもうバリューブックスさんにはバリュー感謝ブックスしかないですね本当ですよねもう僕らの方がねバリューブックスさんにねバリューを出さなきゃブックスと思いますもんね思いますから今後もゆるバリューブックス言語学ラジオとしてはですねこの素晴らしいバリュークライアント 主にブックスいい案件をやっていきたいと思っております。そうですね。いいかねパレットはね、えっと株式会社バリューブックでしたよね。だから運営しております。から株式会社バリューブックブックスですよね。そうです。株式会社バリューブックブックスが運営しているわけです。オッケー、オッケー、わかりました。というわけで、バリューヨーレいブックスの皆さんもぜひ。あのキャンペーンコード、積みボンを入れてバリューしていただければ。バリューブックス、バリューブックスさんのサイトから。 <laughs> バリューバリューブックスブックスさんのサイトからバリューキャンペーンブックスコードを入力していただいて。 バリュー積み本ブックスっていうキャンペーンバリューブックスコードを入力することによってバリュー1000ポイントブックスがもらえますんでゆるバリューブックス言語学バリューブックスラジオグッズバリューブックスが買えるようになりますこの1000ポイントで嬉しいですね売れバリューブックス C ですねほんとに売れバリューブックス C 特典になっておりますんで皆さんこぞってバリュー応募ブックスしてくださいはいぜひバリューよろしくお願いバリューいたしますブックスブックスバリューブックスバリューブックスではバリ 今回もブックス終わりにバリューブックス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 バリュー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 ブックスバリューブックスバリューブックスブックスバリューブックスこのラジオは一回の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説あります ご了承の上、お聞きください。